はいどうも皆さん、おいちゃんだよーということでね、久しぶりのただ一クッキングということでね、今日はね、まあこんなね、雪降ってるんだ今ね、雪が降ってるから気温は、心も体も温まるクラムチャウダーというのを作っていきたいと思います。はい、材料はこちら。まずアサリだ。そしてジャガイモに、玉ねぎだ。そして人参にネギだ。そしてベーコンだ。ベーコンにチーズにバターに、そしてタイムというものがある。これは野菜ブイヨンだ。ブイヨンに、ルー。それで今日はこういうものを使っていく。牛乳だ。今日はこの、材料を使って美味しいクラムチャウダーを作っていくから、みんな見ててね。はい、まずは玉ねぎですけどね、まずね、野菜類はほとんどね、角切りにしてくださいね。ベジータ、貴様も俺だな。さあ、みじん切りだ。みじん切りを切っていくぞ。はい、こんぐらいにね、なんか切っちゃって大丈夫です、玉ねぎは。オリーブオイルをひいた鍋に、弱火でベーコンを炒めます。香りが出るまでこの弱火でね、ベーコン炒めてください。で、人参も玉ねぎと一緒で、角切りにします。はい、角切りにした人参がこちらですね。だいたいこれぐらいでいいですね。あんまり小さすぎるとね、あれなんで。はい、次じゃがいもですね。皮を剥いてみてくださいね。じゃがいもも切り方は一緒、人参と玉ねぎと、はい、だいぶね、ベーコンがね、いい感じにね、いい香りが出てるのよ。玉ねぎ、まずここで玉ねぎをしんなりするまでね、炒めます。はい、こんぐらいね、しんなりしたら、人参入れます。人参、そしてここにじゃがいもを投入だ。さあ、じゃがいもよ、入れ入れ入れ。じゃあ、ここでじゃがいもも入れて、すべての野菜が入ってきたな。人参とじゃがいもを入れるときは、玉ねぎがしんなりしてから入れてくる。そして次にアサリを入れます。アサリを投入だ。ある程度野菜ってのは炒めるとね、いい味が出るんだな、これじゃ。だいぶね、しんなり炒まったからね、ここにね、水を入れます。はい、水投入。で、このまま沸騰するの待ってね、アクが出てくるからね、アク取っちゃってね、アク。あ、今アクが今アクが出てきたらね、このアクをね、取り除いてくださいね。アクが大量に出るからね、これ取り除いちゃって。そしたらここにね、ね、野菜ブイヨン入れるのよ。野菜ブイヨン大さじ2杯ぐらいかな。そしてね、タイムも入れちゃう。今タイム入れちゃう。で、待とうか。蓋してね、待ってくださいね。タイム入れたからね、この香りを閉じ込めるんだな、それがね。今香りを閉じ込めてるから、もうちょっと待っててね。はい、どうでしょうかね。だいぶとろっとろになるまでね、野菜が柔らかくなるまで、こうやって煮詰めましたね。それでバターを投入。あ、間違えた。バターを投入しちゃってね。チーズ入れてみる。クラムチャウダーみたいなやつね。じゃあちょっと味見しようか。これも入れてみる。ルーとルーってさ、その、なんつうの、違うルー同士をさ、なんつうの、こう混ぜるとなんかよりうまくなるじゃん。カレーでもそうだけど。できたのでね、早速いただきたいと思います。あほ、うまっ、うまっ、超うめえ、超クリーミー。いや、チーズ入れたのが良かったかもしれない。なんかすごいコクがありますね。で、野菜のうまみとね、アサリのね、ね、うまみ、琥珀酸がね、すごい出てる。ということなんでね、こんな寒い雪の日はね、クラムチャウダーでも作ってね、身も心も温めてね、過ごしていきたいとね、思います。ということで、アナゴの3分クッキング終わり。3分以上経ったかもしれないけどね。